この動画は、前回の続きです。未視聴の方は、ぜひ、前編を。これじゃない？すげえ冷たい。でも湧いてる。ポコポコって言いましたよ。本来ならば、土管が埋まり、お湯が溜まって、蓋がしてあるのですが、土砂により、すべてが埋まり、お湯が少し、染み出しているだけのようです。でもね、どんどんやっていくと、水もどんどん澄んでくるらしいよ。こう掘ったことがある人に何人か話聞いてみたけど、それ掘ってたんですよ。発見しました。ガラミキ発見。ユッキー、ここに超いいものがあるんだ。結構蓋があるよ。蓋が、鉄の蓋が。これだ、蓋が見えました。あれかな。あれが見えたぜ。ゴールが見えたで、ゴールが。あー、ごめん。いかんね、感動の瞬間です。せーのー、誰すげえ、バキすげえじゃん。石を、石を、そのまま外に。誰か、履いてるんだ。わかった、俺も手伝うから。ちょっとここ持つので、じゃあ俺拍手担当で、うん、俺はじゃあ手を洗います。手洗ってます。お疲れです。頑張って。すげえ。ああ、重い。やっぱ体重が増えた分力が上がったもん。でも俺だいぶ腰痛でやばいんだけど。っていうシーン初めて見た。今まであの氷とかもぶち開けられなかったから。うちの、ワカサギで。ガラメキ温泉の温泉卵を作っちゃいたいと思います。これですね。動っけ動っけ。はい。いきます。入湯。投入だったね。乳首の先になっちゃった。じゃあ、いただきマンモス。お、アップでアップで。うまい。くせ。硫黄だわ。硫黄の香りがする。硫黄の。めっちゃガラマキ味。あ、ガラマキじゃねえ。何何。ガラマキだ。思考が回ってない。キャロレスか。ひむ。ガラメキ、うん。あ、うまい。
なんかえこれ味付けてないじゃないですか、うん、ちょっと味あるんですけど、うん、へぇなんでバラムキ味温泉の成分って塩味あのちょっと本当ちょっと塩ってわけじゃないけどそんな感じの味がするんだ。はい、あうまい。ゆき何食べんの？これから僕はステーキみたいなタンパク質がありそうな魚を食べたいと思います。違うよね。魚卵です。魚卵で魚卵じゃないよね。魚卵のにしては結構でかいんですよねこれ。じゃあ大口でいきたいと思います。はいはい。ねえ。痛い。うまっ。こっちこっちカメラ。うんまこれ。何めき味だろうこれ。何めき味か分かガラなんとら味あっちガラ巻き味って言ってガラ俺も感じないけどガラなんちゃら味がしてもうなんか一番好きな食べ物のチョコなんですけど、まあ、そのぐらいますはい伊藤です。はい食ってねえじゃねえかよ。うんうんうんおすげえ温泉が澄んださポコポコ写真撮れたかな。あ超いい絵これ。いい絵面。まあ温泉って正面にならない。うん。出てますよ。温泉出てますよ。それ多分そこら辺多分触るとめっちゃ高いんだろうな。マジで。スペース的に一人しか入れなそうなので彼に入ってもらいました。いいよ。さすがにやんねえからな。マジ。えやんないよ。さすがに脱がない。いやめん絶対脱がない。俺やるわけないやん。あそれでもいい体じゃない。でもいい体だよ。いい体してんな。さすがにやんないわ。やんないよね。分かってるよ。さすがにやんない。でも手が勝手にやろうとしてんの。これどういうこと？お母さんお母さん。どうだって。ゆきやんなかったらさ。ずいぶん派手なパンティー。全然変わんねえ。変わんない。でもいい湯の振りしないと。めっちゃ気持ちいいこれ。どこここ天国ですか？え？あ、ガラメキの湯言うんすか。めっちゃ気持ちいいっすわ。気持ちよすぎてもう出ますわ。皆さんいかがだったでしょうか。ガラメキ温泉は予想以上に山深くそして面白い温泉でした。またいずれ復活の日を夢見てー。お前ら覚えたけどリーダーながらっててめえ殺す。使うの、タオルだけ早く、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 早